はい、みなさん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間足ボニンジャーバンド1目均衡表上昇トレンド進行中、ストキャスティックス回シグナルが点灯ということで、はい、4時間足ベース、底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線上昇しております。4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。はい、4時間足ストキャスティックス買いシグナリが点灯ということです。 はい、4時間足、えっ、ー、と、1目均衡表です。形状から言いますと、上昇トレンドの形状ということです。はい、それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは89円ちょうどレベル、89円ちょうどレベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは90円ちょうどレベル、90円ちょうどレベルと考えております。 はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、89円ちょうどレベルから90円ちょうどレベル、89円ちょうどレベルから90円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、堅調上昇トレンド進行中ということで、はい、オーストラリアドル円ですね、本日、アジア時間に3月の、えっ、ー、と、オーストラリアの雇用統計が発表されて、失業者数と雇用者数ともに強い結果ということで、はい、そこから、 オーストラリアドル円は今まで底堅くけん、堅、え、調、ー、に推移ですね、堅調に推移しているということです、はい。オーストラリアドル円なんですけれども、チャート形状的に言いますと、4時間足、ボリンジャーバンド一目均、好表上昇トレンド進行中、4時間足、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、はいえー、とオーストラリアドル円、本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には底堅く推移と考えております。オーストラリアドル円、本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には 底堅く推移と考えておりますただ、ですねあの上昇スピードも速い分調整的な動きも起こりうる可能性もありますのでお取引をされる際には十分ご注意くださいということです。 はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をして、キャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1 1万通貨1 6と以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大30万円、合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 本日は以上となります。